ハリガリチャンネル。はい、どうもこんばんは。好きな言葉は親孝行。どうも、ゆきホリダイでございます。今回はですね、サムネにもある通り、うちの、たくみちゃんの見習い日記でございます。はい、しかもこの見習い日記、今回は、企画はうちのレイユ、AKA 左くるぶしデカオ、19歳ですね。はい、19歳と21歳のうちの可愛い若い子たちが、一生懸命二人で作ってくれました。はい。おじさんはね、もうとてもね、涙腺が緩いので、もう泣きそうになっております。はい。今回は、前回の、匠の紹介の時に言った通り、匠の、見習い日記という感じの Vlog が始まります。はい。若い二人が一生懸命作ってくれた動画になりますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは、どうぞ!チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今日もお願いします。はい、よろしく。よく寝た？はい。あ、ほんと。とりあえず一服しなよ。はい。天気いいんだか悪いんだかわかんねえな。曇りです。でもまあ、ベルエア乗れるからいいな。今週何書いたの？今週は忙しくて。ああ。そんなに。どかりの方か。はい、ああ、その時やな。しょうがない。今日普通に3件、はい、うん、だからこの後とりあえずマシン普通にダイレクトロータリー2台と、はい、あとペンタイプ1台だけ養生してもらって、はい、よろしく、はい、1件目が1件目が続きで、はい、2件目がかわちゃんのだるまの仕上げ、はい、3件目が確かみたいな、あ、分かりました、うん、ぼかしぼかしぼかしだな、はい、お前らお腹すいた？はい、はい、今日小焼きテイクアウトしちゃう？いいですね、久しぶりに、はい、オッケー、ちょっとお父さんに頼んできて。わかりました、うん、で、2時に取り切って。はい、わかりました、はい、よろしく、はい、行ってきます、はい、お願いします、財布持ってってな。わかりました。
します。はい、お願いします。いただきましょうか。はい、いただきます。めちゃめちゃいい匂いしますね。お前さっき食ったじゃん、だって。いただきます。いただきます。小焼きだよ。うん。うん。うまい。うまい。いやー。美味しかったね。はい。お父さん、お母さん、ありがとう。ごちそうさまです。さっぱりしたやん。はい、ありがとうございます。一服しよう。はい、見ないでください。はい、お疲れさんでした。今日はどれくらいしたの？今日はこれです。あ、これか。あ、でもさっき見せたけどいいね。ただまあちょっと最近ちょっと横広に書く癖がちょっと強い気がすんな。まあタトゥーにしたらもちろんいいからいいけど、はい、でもこれで癖つけちゃうとちょっとデッサンパースが若干取りづらくなんねえか、はい、だからまあいつも通り最初にダメ出しするけど、目の位置は別にこれいいんだけど、髪の毛はここまで持ってきた方が綺麗じゃないか。あ、はい、うん、で別にこっから始まってれば、はいはい、ここまで来てて要するにここが短く見えちゃうじゃん、はい、まあ、そこをちょっと、はい、調整した方がいいかな。うん、まあでもいいと思います。はい、OK、お疲れさん。はい、色違いみたいだね。仲良しか。OK。 じゃあ今日も一日お疲れ。お疲れ様です。ありがとうな。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあまず今日の1日の流れをもう一度改めて教えてください。はい、朝来てでマシンをセットして、であとはまあ大さんが掘ってる時にあのお手伝いをしてって感じでしたね、今日も。はい、ありがとうございます。はい、普段、まあ、見習いとして、はい、働いてる時に特に気をつけてることとかっていうのはありますか？特に気をつけてることやっぱり見習いなんで、で第三のアシスタントをしてるので、うん、その第三が動きやすいもの、例えばまあ掘ってる時にティッシュが必要だったら言われる前に動くっていうか、状況を見て動くことは結構気をつけてますね。あとは邪魔にならないようにぐらいですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまあ普段第三の下で見習いをしていて、まあ、こう第三だからこそこう特にまあ気をつけてるだったりとか、あとはこんなところを参考にしたいなっていうところあれば。ああ、それはやっぱりお客さんに対する 対応ですかね。まだあのマシンを持って掘ったりはしてないんで、そのタトゥーの技術とか絵のこと、まあ、絵は普段から描いてるんであれなんですけど、例えば技術のこととかはまだよくわからないところが多いんで、そのお客さんに対する対応の仕方とかを結構勉強してますね。ありがとうございます。はい、じゃあこれで1日密着終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。